はい、新しいお店を積極的に紹介。トッシーの腹ペコ管理人のトッシーです。今日は神豚で有名な豚星出身店主のお店がオープンしたということで、こちら旗の台へやってきました。早速行ってみましょう。旗の台駅東口からは徒歩15歩。まあ余談なんですけど、本当に15歩で着くかどうか確認したいと思います。僕の足が短いってことでいいですか？トッシーの腹ペコ超新店情報。豚風さんです。食券制です。今日は小ラーメンを食べたいと思います。コールの仕方はこちらに書いてあります。野菜、ニンニク、油、辛めコールでいきたいと思います。小ラーメン900円、コール、野菜、ニンニク、油、辛め。いただきます。まずはスープから。やや甘めの返しにがっちり豚の旨味が押し寄せる貴乳化系のスープ。まろやかでグイグイいけちゃいます。うまい。続いて麺です。ゆるーいウェーブの効いた平打ち超極太麺。もちっとした食感でゴワゴワ感は控えめ。二郎直径とは違い、柔らかすぎずコシがしっかりとあるタイプ。うっかりしてましたが、秘技天地返し。まあ、野菜と麺をひっくり返すんですが、詳しく知りたい方は、ググってみてください。具は超極厚の神豚。圧巻の肉肉しさ。脂身がやや多めで弾力があり、しっかりとした噛み応え。柔らかいのが好きな人も多いとは思いますが、トッシー的には全然あり。美味しいです。刻みニンニクと背脂のコンビネーションはもはや鉄板。風味もいいし、パンチ力も抜群です。麺の下から肉を発見。これは嬉しい。野菜はややクタッとしていて、トッシーの好きなタイプ。シャキシャキすぎるよりスープとの馴染みがいいですよね。細めのもやしにキャベツが多めに入っているのも好印象。スープに溶けた背脂のコクがなんともまろやかで重すぎず、最後まで飽きずにいけちゃいます。
ちなみに隣の人がうずらの卵食べてて美味しそうでした。完食完飲大満足。ごちそうさまです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。